こんにちは、ロボ団団長のしげみです。皆さんお元気でしょうか。本日はですね、僕も審査員を務めたマイクロソフトさんとの、ロボ団のコラボ企画、夏休みチャレンジ1分間動画大募集、パソコンで作ったプログラムを発表しようの入賞作品をご紹介したいと思います。このマイクロソフトとロボ団コラボの夏休みチャレンジは、ダンカップやWRO のようなロボットプログラミングというね、この競技、する大会とはまた違ったプレゼンテーション、そしてプログラミングという新しいですね、挑戦の場になればというふうな思いから企画されました。そして全国のロボ男性からなんと124作品の応募がありました。ありがとうございます。いやー、すごいですね。夏休み結構皆さん忙しいはずなんですけども、たくさんご応募ありがとうございました。さすがですね、もうロボ団の皆さんレベルが高い、そして素晴らしい、作品がたくさんありまして、マイクロソフト、そしてエディオン、ロボ団それぞれの審査員がいたんですけども、めちゃくちゃ悩みました。悩みに悩んで選びましたので、ご紹介していきたいと思います。では1作品目は、コロナ禍社会に貢献したで賞を受賞したプリント配り出し機ロボ団、藤井グラン北島公山田くんの作品です。どうぞ。僕が作ったのは非接触で神を呼ばれるロボットです。作ろうと思った理由は、僕の学校の前でロボ団の先生がプリントを配っているのが大変そうだったので、僕が助けてあげようと思ったので作りました。した点は、超音波センサーで非接触にできるようにした点と、このように巻きも一度紙を出したら戻るようにする仕組みです。これからも改良を加えて全国のロボ団の先生に使ってもらえたらいいなと思います。ロボ団の先生がチラシを配っているのをね、見て大変そうだったので、まあ、コロナ禍でも安心な手をね、触れずにチラシが受け取れるロボットを作ってくれました。これはもうロボ団の先生たちむちゃくちゃ助かるね、商品だなと思います。日本マイクロソフト株式会社 Windows 製品戦略本部業務執行役員本部長の小沢さんからは、ロボ団の先生方を思い題材を選んだこと、またコロナ禍の状況を踏まえ素晴らしいアイデアに感銘を受けました。これからも社会の課題を解決する、また人を思う素敵なプログラミングで大活躍されることを期待しています、とコメントをいただいております。本当におめでとうございます。続いて2作品目は、驚異の再現力に脱帽で賞を受賞した Windows Vista を再現してみたロボ団前橋校松田くんの作品です。どうぞ。こんにちは、ロボ団前橋校の春樹です。僕は Windows の歴史に興味があって、その中で特に好きな OS は Windows Vista です。僕が一番こだわったところは、ここのスタートボタンを押して、個人用設定を開くと、くるくる回って、このウィンドウが開きます。このように、ウィンドウやタスクバーなどが透明になるエアロのテーマが、僕はとても大好きです。このプログラムは、このように構成されています。一番苦労したところはここです。少しずつ透明から元の色に戻っていくような演出が苦労しました。僕は将来プログラマーになって新しい OS を作ってみたいです。ありがとうございました。この作品は僕ですね、団長が選出したんですが、再現力がですね、本当に素晴らしかったですね。なんといっても今回 Windows さんとのね、コラボ企画ということで、まず Windows の歴史を学び、興味を持った、Windows Vista をですね、なんとスクラッチで再現するとはもう本当に驚きました。
ロボ団で普段学んでいるスクラッチをね、応用しているところが本当に良かったなというふうに思っています。将来は、まあ、アプリとかね、ロボットを作りたいではなくて、OS を開発してみたいというですね、意欲も非常に素晴らしかったです。松田君にはレゴエデュケーションスパイクプライムの基本セットが入賞特典として贈られます。本当におめでとうございます。スパイクもらえるのは本当にいいよね。ぜひ、ロボットも作ってみてください。最後の3作品目はみんな大好きパンダロボロボ団渡り子佐々木さんの作品です。おめでとうございます。どうぞ。皆さんこんにちは。私は世界中のパンダファンのためにパンダロボットを作りました。パンダロボットの動きはこの3つです。パンダの鼻を押すと画面にランダムで表情が表示されます。パンダの表情は全部で5種類です。この絵は私が描きました。今からパンダロボがご飯を探しに迷路に挑戦します。超音波センサーで壁との距離を測り、ぶつかる前に向きを変え広い方へ進みます。見事ゴールしました。次はダンスのお披露目です。この曲はピアノで作曲してプログラミングしました。時間がないので早送りします。パンダロボットどうでしたか？最後まで見てくれてありがとうございました。世界中のパンダファンのために作ったパンダロボット、これは胸熱ですね。なんとダンスの BGM は佐々木さん自身が作曲したとのことです。ほんとすごいですよね。審査員の株式会社エディオン営業本部副本部長佐藤さんからは、プレゼンが上手であることはもちろん、動画の撮影方法や編集で工夫がされており、最後まで楽しく見ることができました。ロボットの画面に表示されるパンダの表情の絵を描いたり、ロボットから流れる BGM をピアノで作曲したりと、ご自身の得意なことを生かしたプログラミング技術と、それを表現するパンダロボットのアイデアが素晴らしいと思いました。とても楽しいダンスですね。とコメントをいただいております。佐々木さんにはなんと、GoPro Hero 9が入賞特典として贈られます。おめでとうございます。ぜひこれでたくさん撮影して、また新しい動画を投稿してくださいね。今回のコラボ企画、本当に素晴らしい作品ばかりで、選ぶのが本当に大変だったんですよ。ね、受賞した人もしなかった人も、気づきですね。あ、これいいんじゃないかというところから生まれたアイディアを自分の力でプログラミングでね、形にして、それをさらに発信する、表現するというね、この夏のチャレンジがそれぞれのこれからの未来に切り開く第一歩になれば嬉しいなと。いうふうに思っています。各審査員選出の3つの賞への入賞を惜しくも逃してしまったんですけども、まあ、その作品の中からチャレンジ賞として5つの作品を続けて紹介したいと思います。本当にね、惜しかったんですけども、非常に素晴らしかったので、ぜひご覧ください。よし、今日はフィッシングゲームやるぞ。釣れた。マグロが上に上がっていた。またマグロや。豆知識、刺身やお寿司にすると美味しいよ。やって。マグロが、え、人が釣れた。刺身もお寿司にしても美味しくない。そうや、美味しくないぞ。ハトが来た。ハトなのに、スカイクロボット。クマこんなものまでやで。うわ、しかも、Windows のパソコン付きや。僕の工夫したところは、このカラーセンサーでこの餌を読み取って、ここに表示して、あと
この釣り竿の持ち手を動かせるようにしたところです。と、キャラは自分でデザインしました。プログラムはできるだけ楽しくなるように工夫して作りました。僕はマインクラフトで5分間花火を打ち上げる装置を作りました。理由は岡崎市で花火大会があって、それを見て作ってみようと思ったからです。工夫したところはまず、奥にある発射装置まで行かなくても手前のチェストに入れれば自動でその発射装置まで入れてくれる、発射装置に入れてくれるところです。色もわかりやすくしてあります。次に花火を打ち上げるときに上にあるホッパーに当たらないようにガラスで修正し、曲がらないようにしてあります。次は5分間は少し難しいので繰り返す機能を使ってで5分間やってみました。それでは打ち上げてみたいと思います。これで終わります。僕はスクラッチでパソコンの OS を作りました。ポイントは起動した時にみんなが楽しくなるようにしたことです。転んでしまう虫は何？答え、テントウムシ。このように起動時に面白いなぞなぞが出ることでパソコンでの一日の仕事を笑ってスタートできるようにしました。他にもゴミ箱、設定、シャットダウンなどの機能があります。僕は将来プログラマーになってこのようなパソコンの OS を作ってみたいです。私の作ったロボットはおかえりロボニャンです。お家に帰った時に声をかけてくれるので疲れを癒しほっとさせてくれます。機能はセンサーに手をかざすとおかえりのメッセージの後ランダムで15種類の掛け声をかけてくれます。こだわったポイントはロボニャンのポケットを Windows のロゴマークにしてコラボを演出したことです。まずカメラに手をかざして反応したらおかえりの音声と同時にロボニャンが首を振ります。その後15個の整数をランダムで出してその値に合ったプログラムを実行します。これがランダムで掛け声が流れるプログラムです。ただいま。やっほー。おかえり。今日も暑かったね。熱中症に気をつけよう。やっほー。帰ってきた時に声をかけてくれるので、ほっとできます。終わりです。作語、高見沢光です。よろしくお願いします。太鼓の達人を作りました。赤右はドン、赤左も同じです。青右はカ、青左も同じです。主なプログラムは、音符というスプライトの中に入っています。それではプレイします。点数も加算されるのでより一層リアルさが増しています。それではキータッチでやってみます。
誰でも手頃に楽しめるのでいいと思います。ありがとうございました。チャレンジ賞に選ばれた方にはロボダングッズが贈られます。届くのを楽しみにしていてくださいね。ロボダンはエディオングループが運営するロボットプログラミングスクールで、日本と海外に100教室以上、そして5000人以上の子どもたちが通っているスクールです。